それでは経済政策についてのお考えをお聞かせください。現在、安倍政権下で行われている経済対策、まあ、いわゆるアベノミクスによって円安株高の傾向は続いているんですけれども、生活品の物価だけが上がってしまって肝心の所得が増えていないのが現状なんですよね。また財政政策においても緊急経済対策とか、国道強靭化計画など旧来型の公共事業の大盤振る舞いを行っているんですね。で、まあ、過去自民党政権時を振り返ってみると経済の再生にはつながらなかった。で、将来世代に大規模な借金を残してしまってるんですよね、結局。で、さらに成長戦略に関しても産業の新陳代謝の促進として解雇規制緩和に取り組んでいますけれども、雇用は私たちの生活の根幹なんですよね。で、働くことを軸とする安心社会を実現することこそが、政治が取り組むべきテーマだと私は考えています。で、一方でこれまで医療とか介護、健康の分野で私たちは民主党政権3年間で85万人の雇用を作ったんですよ。で、中小企業関連予算も民主党政権時には約2倍ぐらい増やしてきたんですよね。で、また雇用者のためのセーフティーネットの一環として雇用保険の拡大ですとか、求職者支援制度の創設、あとは労働者派遣法の改正もありましたし、労働者が少しでも安心して働ける、環境整備に取り組んでまいりました。このように働く皆さんに寄り添った政策を推し進めることによって経済活性化につなげていくのが私たちの政策なんです。また、バイオとか、ライフサイエンス分野や地熱とか太陽光、風力などの再生可能エネルギー、医療、介護、あとは農林水産業など地域の仕事に結びつきやすい分野で新産業の発展を強力に後押ししたいと思っているんです。